参議院議員の秋野光三です。今日は新型コロナウイルス感染症とはどういう感染症なのか、そしてそれに対する公明党の取り組みを皆様方にご説明をさせていただきます。新型コロナウイルスの特徴は表面に突起がたくさんあるということでありまして、この突起がたくさんあるということが新型コロナウイルスの感染症の特徴を導き出しています。で、この突起が見る人が見れば王様がかぶる冠の先っぽについている球体のように見えるそうでありまして、王様の冠のことをコロナと言いますので、これはコロナウイルスと名前がついています。さて、この新型コロナウイルスですけども、例えば私が感染者だったとして、私が咳をする、くしゃみをする、大声を出すことによって飛ぶ飛沫、この飛沫の中で新型コロナウイルスは生きておりますけども、飛沫の中で増えることはできません。新型コロナウイルスが増える環境とは、人間の細胞の中に入り込んで初めてそこで増えることができます。先ほど私が申し上げました新型コロナウイルスの表面にある突起を鍵としたならば、鍵穴にあたる受け皿を持っている人間の細胞の中にだけ入り込むことができて、その中で増えることができます。その代表的なものが唾液腺といって、唾を作る場所が新型コロナウイルスの突起がカパッとはまる受け皿を持っておりますので、新型コロナウイルスは唾液腺に感染することができて、唾液腺の中で増えることができますので、唾が出てくるときに一緒になって新型コロナウイルスも出てくるということになります。これが他の感染症と大きく違う特徴となりますので、今までと同じような感染予防対策を打っていても感染を防ぐことはできません。新型コロナを含んだ飛沫を浴びることによって感染が生じるわけでありますが、飛沫も重さがありますので必ず重力に従って下に落ちます。その距離が2メートルと言われておりますので、飛沫を浴びないように飛沫が飛ぶ距離よりも外側にいてくださいということで、ソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスを2メートル取ってくださいとお願いをしているのはそういうことです。マスクをはめるという行為はどの感染症よりも新型コロナウイルス感染症を予防する上では重要になります。皆さん、ろうそくをふーっと口で吹き消したことがあろうかと思いますが、マスクをはめてろうそくの火を吹き消すことはできません。すなわち、マスクの目的は飛沫を遠くに飛ばさないということがマスクの目的でありまして、マスクをはめたときはソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスを2メートルよりも少し近づけていただいて構わないということになります。マイクロ飛沫といって小さな飛沫は重さがほとんどありませんので、空気の抵抗などを受けやすく、なかなか下に落ちることができず空間中に漂ってしまうということが分かっています。よってマイクロ飛沫には換気を組み合わせます。換気の目的はマイクロ飛沫を散らすということでありまして、マイクロ飛沫を床に叩きつける、机の上に叩き落とす、壁に叩きつける、これが目的であり、叩きつけられた飛沫でよく触る部分をアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムを使って消毒を行う。アルコールを使う理由ですけども、
新型コロナウイルスの表面は脂肪でできています。脂肪はアルコールに溶けます。よってアルコールで消毒をするという行為は新型コロナウイルスを溶かしている行動だと理解いただければと思います。この3つを組み合わせることによって新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを大きく下げることができます。